はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はですね、ちょっとチャット GPT と Excel、いわゆる表計算との使い方で面白いお話をします。誰とは言いませんけれどもですね、いろんな今、チャット GPT と表計算、これの使い方というのをですね、解説してくれているチャンネルというのは数多くあるんですけれども、ちょっとそれおかしいんじゃないっていうようなことも あるんです例えば今画面にありますように顧客番号名前郵便番号住所電話番号のランダムのラミデータを作ってほしいという時にですねこの僕が書いた表形式でというのをですね全くやらないでですねここですよ表形式でというのをやらないでですね出てきた例えばカンマで区切ったとかスペースで区切ったものをですね エクセルに貼り付けてセルがうまく分かれないからということで今エクセルの最新版でしたらテキストスプリットというような関数があるんですねそれをうまく使ってダミーデータを作りましょうというようなお話をされているチャンネルもあるんですねでもそんなことをしなくてもですねチャット GPT を使うときには もっと便利な使い方ができると思うんですね。例えばチャット GPT を立ち上げてみましょう。確かに表形式でと言わないとですね、間幕切りになったり、日本では2倍ト文字の点になったりとかですね、表形式でさえ出てくれたらですね、Excel でも、そしてどんなスプリットシートででもですね、もうコピペするだけでちゃんとセルは分かれるんです。 こんな簡単なことなのに皆さんはですね、その解説に何万人ものですね、閲覧があったりするんです。ですから、情報というのは案外怖いものです。もちろん僕も間違った解説をしたりとかすることはありますけれども、でもちょっと処方すぎないですかというようなお話です。見ていてください。ここに 先ほどのようにメモを取ってあります。もう一度読みます。顧客番号、名前、郵便番号、住所、電話番号のランダムのダミーデータを表形式で20人分作って、あくまでもランダムですよということを言ってきます。いわゆる個人情報のためです。ですけど、これをですね、コピーしまして、チャット GPT に貼り付けます。そうしましたら、 このようにですね、勝手にちゃんと綺麗に表形式になってくれるわけです。ですから、そんな難しいことをわざわざやってですね、エクセルで関数を作ったりとか、そんなことをする必要なんて全くありませんよね。じゃあこれ13人分まあ出ました。もし足りないときは同じ形式で、例えば同じ形式で、 あと12、十二、分と。こういうふうにしたら、ちゃんと続きをやってくれるんですよ。番号もですね、十三まで行ってましたよね。これちゃんと十四から続けてですね、出してくれるわけです。このようにできますのでですね、そんな難しい関数を使わなくても、ちょっとここね、切れてるところが一箇所ありますけれども、まあ、このように、 なぞりますよね。そして一番上はですね、このような顧客番号とかっていう見出しも欲しいですので、これをコピーします。そうしまして、新規のスプレッドシートを出します。まずは Google のスプレッドシートで出してみたいと思います。これですね。はい。わかりますかこれで新規を出します。はい。ここにセルの A1 からですね、Ctrl-V で 貼り付けをしましたら、ちゃんと分かれるんです。住所ちょっと長めにしておきましょうね。このようにできるわけです。もちろんもうやらなくても分かると思いますけれども、続きですね。これをやろうとしたらですね、今度はここからずっとなぞってですね、今度は見出しはいりませんから、ここまでですね。これをコピーしまして、そしてここでですね、貼り付けをすれば、 いいわけです。はい、簡単に表ができますよね。これは Google のシートでした。今度はですね、もう一度 Excel ででもやってみましょう。自分は Excel が好きだという方もおられると思いますので、これでからのブックを開けます。はい、もう一度ですね、ヘッダーも欲しいですので、最初の文からですね、このようにしましてコピーします。 そしてを開きます。こここに貼り付けします。はい、このようにですねものの見事にセルの分割というのはちゃんとできてですねあえてそんな難しい関数をですね入れる必要なんて全くないんです。はい続きも、まあ、同じことですけれどもやっておきますね。 はい。こんな感じですね、えー。今、バックがちょっと黒くなっていますよね。もちろんこれはですね、全部このようになぞってですね、背景の色、これをですね、変えればいいわけです。えー、白にしますね。こうやって白にしまして、えー、文字の色はわかりやすく黒にします。はい。もちろん色もこのように変更が効きますし、 見出しのところだけちょっと黄色くしておこうとかですね。これはもうもちろん自由にできるわけです。ですからダミーデータ用の関数なんていらないんです。チャット GPT では表形式で出してちょうだいと、たったそれだけのことでできるわけですから皆さんも活用してみてください。ちょっと上から目線になってしまいましたけれども皆さんが より便利に Excel と ChatGPT を使っていただくために今日はこれはお伝えしておかなきゃと思いまして動画を撮ってみました。村長スタジオでした。